新作も、今年も書かせていただきました。まあ生きてるだけで、100点満点、人間生きてるだけで100点満点と言いますけれども、その基本というのが、凍えず、ひもじからず、雨つゆしのぶ、これ映画なのか、まあ、凍えず、ひもじもなく、雨つゆしのぶからね、まずはいい人しなさいよという、まあ、これを思うと、あ、今日もわしはそったな、ありがたかったな、もう幸せの原点でございます。はい、あ、年賀状の宛先は、郵便番号 060-8705 STB ラジオ桃栗サンデー、でございます。はい、まあ、STB の、ホームページなんかも見ていただいてね、詳しく書いてあります。さて、北見の、道枝さんからトマトの育て方についてということをいただきました。去年トマトがたくさん取れたので、ピューレやジュースを作って、食べて美味しかったので、今年もと思って、10本も植えたのに赤くなりたてると、お尻の方から腐れてきました。もう全然ダメでした。何か良い方法がありましたら、教えてくださいませ。まあ基本的な考え方っていうのを知っておいた方がいいと思うんです。トマトがどうだ、ナスビがどうだとかね、作物、まあ、さっきの、もそうですけども、人間の都合っていうんじゃなくて、作物は作物なりにこういろいろあるわけですね。で基本的にまずはなんで病気になっちゃったのかっていうと、これは抵抗力がなくなった、免疫力はない、まあ、植物も同じなわけです。ああ、なるほど。うん、だから病気になったからそこに薬。